メディカラダウォークの使用方法、簡単4ステップ、その使い方をご説明します。まず本体付属品がすべて揃っているかご確認ください。なお、ゲルマニウム&ブラックシリカ含有フットパッドはご購入時に本体にセットされています。使い始める前に充電してください。本体と AC アダプターを充電用 USB ケーブルでつなぎ、 AC アダプターをコンセントに挿します。充電中は電池充電表示が順番に点滅します。充電完了時は電池充電表示が1分間点灯し、その後消灯します。なお、本製品にはお子様のいたずらやご動作によって電源が入らないようにするチャイルドロック機能がついています。チャイルドロックスイッチがロックになっていると電源オンオフ以外の操作ができなくなります。準備が整ったら早速使ってみましょう。まずはステップ1、ステップバーを取り付けます。取り付け位置は3タイプ、3種類あるモードによって推奨位置が異なります。取り付けると自動でモードが切り替わります。この位置はギューという刺激で足の筋肉をストレッチするリリースモード。リリースモードとフィットモードが交互に変わるオートモードでも使えます。この位置はトントンという刺激で足の筋肉を刺激するフィットモード。オートモードはここでも使えます。この位置は歩行運動のように足の筋肉を交互に動かすウォークモード。ステップバーの矢印マークを上向きにして本体の矢印マークと合わせてセットします。これが逆だと本体を左右に動かす際に動作が不安定になってしまいます。その後ゲルマニウム&ブラックシリカ含有フットパッドを取り付けます。次にステップ2、まずは平らな場所に滑り止めシートを敷き、チャイルドロックスイッチが解除されていることを確認してください。危険ですので立って乗らないでください。椅子などに深く腰掛けて素足の状態で足裏を乗せます。本体の土踏まずの位置と両足の土踏まずの位置を合わせてください。続いてステップ3、電源をオンにします。電源モードボタンを3秒以上長押ししてください。電源をオンにするとピーと音が鳴り、 LED 画面にモードが表示されます。電源モードボタンを押すとモードが選択できます。最後にステップ4、お好みの EMS レベル、強さを選びます。プラスマイナスボタンを押すたびにピッと音が鳴り、レベルが切り替わります。レベルは15段階で調整でき、 LED 画面に表示されます。出力なしのレベル0、または最大のレベル15に達するとピーと音が鳴ります。あなたがやることはこれで終了。あとは座ったまま足を乗せて歩くための筋肉をトレーニングできます。フィットモードではステップバーをシーソーのように上下に足を動かしましょう。そうすることでかかとから電極が離れるのを防ぎ、しっかりと EMS の刺激を得られます。ウォークモードではステップバーをシーソーのように左右に足を動かしましょう。そうすることで物理的に内転筋まで刺激することができます。そして約10分後、自動で電源がオフになります。テレビを見ながら、読書をしながら、お茶を飲みながら、お仕事をしながら、お休み前に、家でのいろんなシーンで楽々ながら筋トレ。さあ、メディカラダウォークで100歳まで歩ける筋肉を目指しましょう。